俺に対してのな興味が湧いてくれてんだろうね。湧いてくれてんだと思うよ。いやでもまあまあ言ってることは分からなくはないかな。そうやな、うん、須田君は割とそういう意味では遠いからね、板橋くって。おい、俺の好きなとこ3つ言ってくれ今。3つぐらい簡単やん。あ、オッケー。いつもあのアイスコーヒーを奢ってくれるとこ、うん、と、うん、あとあのいざって時あの話聞いてくれるところ、うん、とあとあのいざピザピザ最近回答なんかピザって多いな。昨日の収録受けたから一番一応残ってたな。一応残ってるわ。いやありがとう、なんかちょっと心配になったから今。あともストイックなとこも好きやで、うん、ありがとう、うん、須田君のことばっかり言ってるからなんか。いやばっかりではない、別に須田君の好きなとこ言ってへんからね。須田君の好きなとこは、好きなとこ、うん、やっぱりあのいろんなことを器用にやってるよね、うんうん、あそうね。であのドキュメントとか見てても、うん、好きなことにもまっすぐだし、うん、っていうところ、ね、そうそれで、うん、自分で服とかね作ったりとか、そこういう関係もやっぱり広かったりもする。器用ですね。器用やね、人として何もかも完璧、ね、でまた腰低いからさ、うん、まあ人もできてんの、まあ、あもうあのよ豆だしね。須田君の褒め方めっちゃシンクってるやん。えああれ何ですか、どうしたのよ。なんか俺のは上辺やったけど。ああ。もういい。もういい。何が？いや、よくないでしょ。もういい。いや、そんな人前で言えへんやん。もういい、もういい。やってあげて。何？え？やってあげて。別れてよ。いや、好きやで。はーい伝わってない。メドレー。全メドレー。斎藤メドレー。斎藤メドレー。